しかし奪われた、再び奪われたクリスを探しに行きます。よいしょ、違う、こっちじゃない、こっちでもない、違う、どこだどこだ、あ、でもない、お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 、ジャンプ、しゃがみ、ジャンプ、しゃがみで、おい、お、なんかテキパキ進むぞ、ほら、ここ出るだけでした。なんだろう、なんか意味があると思うけど、これなんこれ、開いた、なんかここ空気歪んでるけど、ランナーズマークもある。は？は？何がしたい？これガスかもしかして。で、多分これ、これ隠れるとこだよ、これ。ボンバーマン。マジでござろうと思ったよ。武器取ったけど死んだ。あっちが先かな。そういう意味だ、これ。おい、広いや、お前。弾数が、どっかわからん。あかんし。弾切れた。ていうかさ、頭当たったなら死ねや。ハッピートリガーで武器パックる。ヒントボタン、あっち行けってなってる。なるほど。シャード内へ侵入しろ。よくやった、調べろ。私も撃つつもり。いや、ゲイトを救えるのはお前だけだ。こいつら部下じゃなかったの？違う、PK、ミランデロ・クルーガーだ。民間の警備会社だ。どうなってるの、ミラ。多くの殺害は身内の犯行だった。ロープバーン。そうだ、お前の言う通りだった。俺も調べてみた。
でもなぜケイト？ CPF の警官が犯人として必要だった。今は説明している時間がない。この通信機を持って屋上へ。ケイトはそこにいる。安全を確保したら連絡する。奴らは引き受ける。お、かっこいい。屋上へ行け、早く。って言われたら、戻れません。バニホ、おら、おら、死ねよお前。ハッピー通りが、ちょ、ちょ、ちょ、お腹にかけるには無理でした。あれ、武器持ちが消えた。あ、こいつか。よっしゃい。まあ、撃ちすぎちゃう。あ、これ死ぬ。行ったか。ピロン。え？え？押しましたけど。好きやねえお前。ロビーを抜けて上層部へ向かえちょっと風邪気味。ヒュッヒュッヒュッヒュズームできない。もしかしてこれ外さんじゃ、外さんじゃダメだか。外さんじゃ登れんのかよ。で、あっぶね。これ引っかかるかなこれ。ほい、つかめよお前マジ。お、これは熱い。つかめ、つかめません。どうせえとこれ。どうかな。お、うん、となるとここで、あ、あ、あ、お、お前すごいじゃん。横歩きして、ちょっと降りる。あそこ掴まれるかな俺。はい、ストップ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 。さっきどうやったんだっけ俺。
こうやったんだっけ。おいったいった。なんか俺システム悪用してね俺。これほら何やったん。この降りたらほいほい。でジャンプ、スピード降りる、はい降りる。で、しかも上でも上層部向かってって言ったのに君降りてね。これ以上下がるべきじゃない気がする。いいとこまで登って反転ジャンプ、ジャンプ捕まる。何がしたいのお前。無言にもなるわおい。は？あ、起きれよお前。で、何やっとん？ヒントボタン、あっち行けってなってる。死ぬぞお前。またそっからすか。こっからジャンプ、反転ジャンプ。何遊んでんだこいつ。ジャンプ、反転ジャンプ、はい。でこっちか。上層部向かいって書いてあるのにさ。そのエリアにはサイバーチームが配備されてる。ビルの反対側へ回った方がいい。気をつけろ。もう死ぬぞ。バタバタして死んだ。スーパーチーム降りすぎでしょ。どうすん。
ともつかめやマジ。おい、やる気ねえなこいつ。安全？待ちなかった？ふう。これ武器捨てていけるかこれ。よいしょ。どう？怖え。おいしい。は？進めや。え？よし。そうだ、こっち。景色が見えたはず。いいかと思ったらちゃんとこれ 3D 組んでんだな。視界が変わってるから。屋上へのセキュリティドアが全部閉まってるようだ。いいか、サーバーを全部壊したら異常プロトコルが作動して全てのドアのロックが解除される。多分な。幸運を祈るぞ。しゃあ街全体の監視が行われてるんだ。くそ、連中はケイトを屋上へ連れ出したようだ。もうすぐヘリが来る、急げ。なんだなんだ。ミラ、ミラ、武器パチって、で武器をパチパチって、すげえリコルやばい。これ隠れよう。スポットがないからできるとこわかんねえ。中央か。武器持ってねえこいつ。待つ。あ、いた。はあ、待てお前。一応が視察だなこれ。おい待ってよマジ、死ぬぞ死ぬぞ。しかも銃落とさんかったしこいつ。なんか今いなかった？なんかいるんじゃないここ。よかった。
ん？ヒントボタン。ヒントして、ヒントなし。ヒントなし。いや、こっちでもないだろう。おそらくこっちでしょう。扉あるけど扉入れんしな。目的は？サーバーを破棄してってどうやって破棄すんだ？どうやって破壊できるんだろう？この赤いライン、なんだろう？破壊できるようなあれがないんだけど。銃かな。弾切れたし。ある武器どこ行った？今までトレになったし。ヒントしても反応ないんだけど。すげえ、こいつはサバコスを。お、待って、これ1個壊したら1区間壊れるんか。これ不親切。1区間壊れるみたいだ。また歩こうしゃおりか。多分おかしいからね。サーバーを破棄してってどういうことで破棄してって思う。じゃあ違いたんじゃないか。だよね。なんか出てきそう。ん？屋上へ向かえ。屋上だ。ケイトとマーク。ジャックナイフ、嘘だし。意外だったかい。そういうことだったのさ。
誰が背後にいるの？猿大物とだけ言っておこう。キャラハン、私たち害はなかったのに。古き屋敷時代は悪事が横行した。暴動や盗聴さ、ホープやランナー、クライアント、過去の遺物は始末しなきゃいけないのさ。なぜならそういう奴らこそがこの町に残る最後の妖怪。始まりに過ぎないってこと？もうエンディングとしたいところだ。お前は周りの連中と違い、うまく立ち回り、いい仕事ができた。だからこそここまでたどり着いたんだろう。取れよお前。登れや、はよ。アカイバー出たじゃん今。残すことないね。あ、こんなもんだろ。さよなら。パイロットいるんでしょ。あら、落ちた。すげえこいつのジャンプ力。アップやめろ、アップ。何がしたかったか分からんわ。終わった。自分結構スタッフロール好きだからこのままほっとこう。なんかプレステだったらバウンサーみたいになってくれたな、これ。ゲームのそのなんか作りとか展開が、中身あんまり覚えてないけど。
くの負傷者が出ています。キャラハン市長のスポークスマンからは、シャードにおける不法侵入および深刻な破壊活動によりビルのみならず市全体に影響が出ているという発表がありました。この破壊活動を行った容疑者は現在殺人罪で告訴されている元 CPF の警官ケイト・コナーズとその姉であるフェイス・コナーズです。事件の動機は不明ですが、容疑者に関わりがあるとみられるランナーと呼ばれる集団の存在が浮上しています。また事件後、民間警備保障であるピランゼロ・クルーガーがパトロールや捜査の面で警察に協力することになりました。ピランゼロ・クルーガーと市長執務室は今回のセキュリティ侵害による影響のため、新しいセキュリティ対策が施行されるまで携帯電話と電子メールの使用を控えるように呼びかけています。今回の容疑者2人の足取りは不明です。言語翻訳今音をやってるからそろそろ終わるかな。何の項目だったっけ？えらい長いけど。なんでテスターが2種類に分かれとんだ？国ごとか。テスター結構いいな。休憩ってなんだろう。終わった。ちょっと何ができるかどうかだけ調べようかな。